はい、どうも皆さんおはようございます。おはようございます。竹村さんから話がありましたように、この55回目になります。55回目になりまして、今ちょうど7世紀末から8世紀ぐらいの移り変わりの国の転換点の話をしております。和国から日本国へ、国道上では7世紀の末から8世紀の頭にかけまして、もともと鹿児島の金印をもらった、九州の井戸国ですね。それをずっと続いてきた、あるいは阿蘇山があるというふうに言われた、天の大諸国の国で、この大きい国が、日本国、大和周辺の小さい国だった日本国に併合されましたというふうに、苦闘状では書かれております。で、その苦闘状をもとに、いろいろその歴史の転換点を探っていこうというのが、この和国から日本国へのシリーズでございます。苦闘状に書かれている通り、ちょうど和国の中でも大きな変動があります。それはずっとこれ、続いてきました九州年号が、まず700年で終わってしまう。そして、それまでずっと続いてた地方の統治制度、これが、行政という制度が、これ変わって、軍政に変わる。それから、人徳歴、非法歴、歴法も変わる。いろんなことが変わる。かつ、700年と702年に、薩摩ね、九州の勢力が反乱を起こして、それが討伐されると。というような大きな出来事があります。これは、まさにその苦闘状に書かれている、ずっと続いてきた九州の国が、大和朝廷によって併合されましたということを、日本書紀、食日本紀でも、証明できるということになろうかと思います。従来ですね、この和国から日本国へ大きな政変は、今言いましたように、九州の勢力が討伐されるのが、700年が701年ですので、701年の大宝律令、大宝連合が権限されるのが701年ですから、どうも701年が大きな転換点だったという考えが、我々ずっと言っておる考えなんですが、でもよく考えると、そんな政権が変わるのが、朝起きたら変わってたわけがないので、それまでにやはりその定流としての大きな変化が起こる。その結果が表面に出るのが701年の大宝律令であったり、大宝連合の権限であったり、そういうことだと思うんですね。それが一体いつ頃から本格的に変わり始めたのかというのが今日のテーマでして、それが首長元年。首長元年686年だと考えるという話を聞き出した。首長というのは、日本書紀にも年号として載っております。日本書紀にも、ですね、大化、各地、それから首長という年号があります。ただし、大化は645年から649年、各地は650年から654年、そこから年号が消えてしまうんですね。年号がない。日本書紀では年号がない。そして、突然686年に、首長という年号が出てくるんですね。ですから、日本書紀では、ここにありますように、各地から首長までの白鵬朱雀、この年号がないんですね。ところが、九州年号にはあるし、食日本紀を見ますと、聖武天皇がですね、聖武天皇がちゃんと白鵬以来、朱雀以前、聖武天皇が白鵬とか朱雀とかいう年号を使ってるんですね。だから、この年号はあった。あったとしか考えられない。聖武天皇は言ってるわけです。でも、日本書紀には書かれていない。で、突然、その、首長という年号が書かれる。で、この年にですね、天武が亡くなります。天武が亡くなります。で、首長が、即位と言いますか、朝廷即位です。こういう大きな変化があったのが、この首長元年だし、その、首長元年だけしか日本書紀には書かれてない。一年しかないんですね。で、こういうその非常に
大きな出来事が起こったけれども1年しか書かれてないし、前後に年号がないのにちゃんと改元して主張したの、主張にすると書いてあるね。前後に前に年号がないのに改元した、これも非常におかしいな、こういう不思議なことがいっぱいあるのがこの主張観念なんです。でこの辺をですね、今日は古代史の転換点、主張観念ということで、主張観念の謎とか、それから主張観念に天狗だけじゃなくてもう一人亡くなった人がいるんじゃないか、それから天狗のですね、またの名はマヒト天狗、天野のマヒト天狗、マヒトというのは天狗自身がヤクサの代わりの進化の最上位の名前にしてるんですね、マヒト。いや、考えたらおかしくて、天皇自身が自分の名前にですね、自分が作ったという、ヤクサの代わりの進化の最上位の名前をつける、これ非常におかしい、ね、だけどその辺はどうなのかという話。それとこの市長に至る不作年間に社会不安が非常に増大して海賊が始まったと、ね、そういう資料がある。この辺が非常にその混乱した時代だという話です。かつ市長元年には何がの宮が焼けていますか、正月にね、だから大混乱した。で何がの宮が焼けると、じゃあ何がの宮に今まであった政治の中心が一体どこに行ったのか、宮が焼けてしまうとしょうがないので、ここでこの辺から飛鳥が頂点を脚光を浴びて、飛鳥にいろんな人が移っていったのではないかなという話ですね。こういう話をさせていただきますが、その前にちょっと、まあ、新しい方もおられますので、いきなりこういう王朝交代の話してもなかなか難しいので、神武即位と公力を考えるというのをちょっとやってみたいと思います。でこれ神武が即位したのは日本書紀では紀元前の660年になってますね。でこれ戦前はこれはもう歴史的事実で、これを信じない人間は誰だ、もうどっか特攻警察だったりですね、連れて行かれる。紀元は2600年、これ紀元というのは公暦、日本書紀の年号、年代、これが公暦、これに基づいて神武の即位したのは紀元で660年だというふうに、まあ、言われて、戦前はそういうふうにもう疑いのない歴史事実だということにされたんですけれども、戦後はこう一転して全くひっくり返りまして、いやこんなものはあり得る話ではない、だってそんな証拠何もない、これは日本書紀の権威者が、そういうふうにしただけの話、全く嘘だというような話をなったんですね、戦後は。で我々はそうではなくて、やっぱりその歴史的な背景があったんだと、何だろうね。でそれをちゃんと記憶に留めたのが、まあ、こういう公暦という、公暦というものだ。ただし、これはいろいろ、まあ、殉職といいますかね、飾り立てられている、改変されている。だから紀元前660年というのは確かにありえない話なんだけど、だからそういうふうに書いた根拠がある。だから、神武という人間、当然、神武なんていう名前もないし、天皇でもないんだけど、そういうモデルになった人はいるけれども、全くの架空の話ではない。何らかの根拠があったんだというのが我々の立場。で、そういうところをちょっと話をしていきたいと思います。で、まず、そちらの方から簡単に話をさせていただきます。神武の即位で今言いましたように、日本書紀では紀元前660年になっています。ただし今言いましたように、神武という送り名、これ漢風って漢風じゃないね、中国風の送り名、漢風死後言うんですけども、これは8世紀の後半末ぐらいに大海の御船という人が作ったものですから、その時、まあ、紀元前にそんな神武なんていう名前は一切あるはずもないし、
それから天皇という称号も、まあ、早くても7世紀、600年代後半にならないと出てこない。まあ、王冠等で確かめられたのその辺の時代だと。だから、この名前もその当時がない。だから、神武という名前とか天皇とかいうのも、これはもう後の話なんで、その当時に神武天皇という名前を呼ばれてた人がいたわけではない。ただし、そういうモデルはいた。それが、そう呼ばれた人なのか、人たちなのかというのも、これもわからないんですけど、とりあえずそのモデルはあったんだというふうに考えます。しかし、神武天皇というような名前で、その当時呼ばれたということはないと。日本書紀では神武、和風の送り名は神山と言われる。これも、この日本も、大和とどうひっくり返ったって読めないんですね。読めないから、日本書紀の方で、ここに注釈があって、日本、その横に、大和と読めという注釈が入ってまして、だから、日本書紀がこれを大和と読むようにさせたというのが実態であって、ですから、まあ、当時、こんな神とかですね、大和とかいうのがあったわけじゃないので、まあ、一応言われんことというように、ここではちょっと呼ばさせていただきます。この言われんことは、新四年の正月の更新の1日にそっくりしたというふうに、日本書紀では書かれています。で、歴代の天皇の在位期間、これ、ずっと在位期間、だーっとありますが、一番、首相が文武に位を譲って、これで日本書紀終わる。日本書紀終わる年が697年なんで、だからずーっとその日本書紀に書かれている在位期間、これを逆算していきますと、確かに現在660年になるんだ。なることはなるんですね。で、これ、まあ、西暦に換算すると、現在660年の新入学にされています。これが神武即位年を元年とする、公暦。ただし、現在660年1月に、更新の時というのはないんですね。ないから、まあ、しょうがないから、明治政府は、この日をですね、建国の日と建国記念、いわゆる紀元節としようとした時に、まあ、一番近い、えとの日、ね、更新の日、2月11日に、まあ、したということですから、まあ、これ、まあ、ここから、まあ、ちょっと、明治政府も若干ですね、内容を変えてるんですが、少なくとも2月11日を即位日と一緒にして、紀元節という、まあ、祝日としてました。で、戦前は紀元節には大きなお祝いがあって、紀元は2600年、大更新があったりしたんです。で、しかしそれはもう当然、改善で、まあ、廃止されたんですけども、しかし、まあ、1966年に建国記念の日と、能を入れてですね、復活しました。能を入れたというのは、こんな年に、日本国が建国されたわけではないと。それはもう、否定できなかったので、日本国は使わなくても建国されたんだと。日本国は建国されたことを祝う日という意味で能を入れた。建国記念日じゃない。建国をみんなで記念しましょうねという日に。で、なんとかですね、国会を通して、そして、建国記念で復活をしたと、祝日として復活をしたというふうに、いうふうな経過です。で、建国記念については、まあ、今もね、歴史学者ですね、でこんな人物が紀元前の660年に即位したなんていうことを歴史的事実とするには証拠はないですよ。すなわち、この日本書紀の記念ですね、公暦が、歴史的事実を忠実になぞったものではないというふうに、これはもう確かで、だって三種の神器が一番出てくるのは、紀元前の2世紀ぐらい、何くらい2世紀ぐらいですから、そんな昔にね、三種の神器もできたというわけではない。これはもう事実だと。これは正当だと。しかし、ちょっと言いましたように、このなんで紀元前660年になったのか。で、これにはですね、やっぱり理由があるんだね。これずーっと一応積算しますと、紀元前660年になることは事実なんです。
で、これ期限で660円にしようと思って、ずっと全部の在庫を、いちいち調整するなんてことは、考えがたい。考えがたい。だから、この在庫期間というのも、何らかの根拠があって、やった。でも、660円もありえない。そこで考えられるのが、二枚年利。これ、もう何回も言っておりますが、上古の天皇の年齢、これ見ましたら、神武が127年、まあ、古事記が137年、ずーっと130年、138、126、60。まあ、早い話が非常に長い、上古の天皇の年齢は、没年で、寿命は長い。まあ、そう、初代の神武、127歳。それから、ずーっと20代の安康天皇、まあ20代、まあ、便宜的に20代とっています。すると、平均ね、没年齢が99歳。平均して99歳まで生きたことになっているんでね。ご自身の方法みたいなもんで、平均は90歳。一方、本当にリアルな没年齢ってどれくらいにしられるのと、もう、まあ703年以降はですね、特に日本業の世界になってまして、ほとんどその、ね、間違いはないだろうと。で、ノンムはですね、まあ、703年に亡くなりまして、これが42代、それから61代、やっぱり20代とって言いまして、平均すると50、これですね、ノンムから朱雀ですね、950年の方向まで20代の平均が48歳。まあ、ちょうど日本の位置。なっていうことがわかると思う。もっと、もっとこれ、時代下りまして、まあ、江戸末期までの20代を平均しますと、52歳。だから、ずっとですね、ほぼ天皇の年齢というのは、没年齢というのは、50歳前後であった。そうすると、この99歳というのは、まさにその、2倍になっていくということが分かると思います。そこから、まあ、パフル叩き予算は、古代は1年に2歳と年齢を数え、2倍年率が採用されていたという、まあ、見解を示しました。資料ね、文献資料もありまして、和人は、ね、正説を知らず、春光収集をもって、まあ、春に耕して、秋に収穫するのが、を一年としているという、そういうような資料が、中国資料ちゃんとありますので、文献的にも、この1年に2歳年を取ったというのは、年を取ったという適法を使ってたというのは、おそらく間違いないだろうと思います。それは一体いつぐらいまでこの1年を2年と数えるような数え方をしていたのかを、これずっとまあ見ていきますと、ここの経代は、古事記では43歳。で、日本書紀では82歳。で、かつ、日本書紀はですね、くだら本記に、まあ、この年に死んだというから、82歳にしてるんですけど、本当は次の、安官の即位から考えると、3年ほどちょっとこれは、ずらされてると。本当は85歳。85歳か86歳で亡くなったと。いうのが、ね、日本書紀の書き方ですね。どっちかわからんから、後になって考えてくださいというふうに日本書紀は書いてあるけども、どう考えてもまあ、86歳。そうすると、ちょうどですね、2分の1になってるね。だからこれ、経済までは、間違いなく2倍年齢を使って割れていたんだろう。で、かつ、安官専科っていうのはもう、2年とか4年くらいしか、即位以降ですね、在位してませんから、まあ、近明天皇時点は、これは2倍年齢だ。つまり、まあ、540年ぐらいまではですね、ずっと2歳、1歳を2歳というふうに数えていたというふうに、まあ、考えられる。まあ、経済の没年齢は、古事記では43歳。初期の82歳も2倍年齢で、安官専科は非常に短期ですから、これも同じように2倍年齢。
で、金名はちょっと微妙なんですけれども、ほとんど半島記事なんで、半島遠征先。で、これは半島の記事とこう比較対象できますので、まあ、一倍年利と考えても、大きな間違いはないだろう。二倍であるかもわかりません。まあ、ここでは、その安官選挙ぐらいまで二倍だと。で、640年ぐらいまでは、2倍の年齢の数え方をしていたという目で見ますと、これが神武から戦下までは2倍年齢になれば、神武即位年から戦下の末年、539年までの1200年間、これちょっとずっと、これ年数のね、これ660年から539年まで、これ1200年間。で、1200年間が2倍に計算された期間となることになる。そうすると、実際の年数はその半分ということになります。つまり、1200年の半分、600年。ただしですね、神武皇后というのが挟み込まれているんですね。挟み込まれています。これ、歴史学者とみんな調査して、この神武皇后というのは120年ほど見下げられていると。バッと一気にですね、120年飛んでるというふうに言われて、これはもう、朝鮮半島の師匠との関係で比較していくと、そういうことになったら、これはもう、ほとんどの120年飛んでる。神武皇后時代。ということは、まあ、1200年なんだけど、これ120年、まあ、スパンと飛んだ時代なんで、これはちょっと抜かないといけない。1200年から、この120年は一応抜くべきである。そうすると、だいたい1080年間ぐらいが2倍の期間というふうになろうと思います。1年であれば、その2分の1で、神武即位から540年間が、だいたい、その期間になる。1080年というのは実際は540年ですよ。で、この計算はですね、539年を起点にして、そこまでが2分の1、2倍であって、それ2分の1に換算するということは逆算しますね。539年から540年間を引きますと、ちょうど紀元の0年になります。つまり、2倍年歴で、ずっと戦下までの年齢が書かれているというふうに考えれば、2倍年歴が終わる539年から、それまで実際に書かれて、これが書かれて、日本史で書かれている1080年を2分の1に引いて割って、540年ね、540年を引く。そうすると、ちょうど紀元0年。で、これが神武即位年となるのではない。つまり、神武という人物、モデルが実在したとすれば、それは一世紀だと。紀元一世紀に実在した人、あるいは人々だったと考えられます。ただまあ、神武皇后を、まあ、120年で言いましたけど、神武皇后を亡くなったのは269年で、実年は389年というふうに計算されておりますので、即位した201年で、そこから289年までは、そもそも作られたものだとすると、これずっともっと189年間引かないといけないんで、でそしたら、だいたい1010年で2分の1は505年。それを539年から505年引くと、だいたい紀元の34年間になる。まあ、いろいろ細かいところは別にさせて、大きな考えとしては、一世紀ということで、ほぼいいのではないかと。で、法律も、でたらめでこんなものは、何も信用できないというふうに考えるんじゃなくて、なんで紀元前660年になったのか、したのか、ということを、この二倍年歴という考えを、もちろん調べれば、紀元一世紀ぐらいにこういう人がいたと。
ということになって、これは非常に考古学的な状況にも合うんですね。実は合うんですね。紀元1世紀というのは、近鹿島の近、紀元57年に、五冠、東冠で、東の五冠の皇武帝から、井戸国王が金印をもらいました。これが鹿児島の金印ですね。九州北部の国。ここに王がいました。で、これが1世紀57年なんですけど、ですから、まさに歴史時代に、この神武のモデルという人は、九州から大和に入ったということになるんですよね。この頃ですね、糸平、この頃、ちゃんと糸平野には、王墓宮、王の墓と言われているような、ピラパルという遺跡が、それが、まあ、紀元前後300年間続きまして、三種の神器が出土しています。おそらく、紀元前の150、60年から紀元後の150、60年まで300年間。まあ、これくらいずっと続いているということになります。ちゃんと三種の神器が山の上に出てくるのが、この時代の徳岡の糸平野。で、かつ、これはまあだから、この時代に、ちゃんと九州にそういう、三種の神器の文化圏がありましたよ。で、そこからやってきましたよ、というんであれば、まあ、工学的にも神武が統制したという年代としてはおかしくない。ただし、これ、福岡ですね。福岡の話で、宮崎の高潮山でそんなものは全然出てきませんから、やっぱり、この出発地は、工学的に言えば、宮崎じゃなくて、まあ、福岡ということになろうかと思います。で、今言いました、糸平野、これが、紀元前後300年間、ずっと、三種の神器が出てくるんですが、一番古いのは吉武高木遺跡と言いまして、この高須山地というものが、高田湾岸から糸平野、まあ、に向かうところの間にあります。その途上に、金華山とか金華峠という、ちゃんと地名も残って、前、九州一回一緒に行かれた方、現地もいますし、ちゃんと歴史的にも残っています。そういう現実地面もありますし、古事記で歴代の飛行方法で見のを見とか、初代は、仁義の御事。仁義の御事が天孫降臨をしまして、その後は飛行方法で見の御事。飛行方法で見の御事は、その山の西川で580年統治しましたと書かれていますが、この580年も当然のことながら、まあ、2倍年に考えると、300年間ぐらい、この山の西で統治しましたという。で、先ほど言いました、高須山地、銀河峠のある高須山地の西側に、この三雲とか、木原とか、平原とかいう遺跡がずっと、これがちょうど300年間ぐらい続いている。したがって、まあ、考古学的な話と、古事記の文言もちゃんと一致していると、まあ、いうことになろうかと思います。古事記飛行法で見の御事は、高千代宮に580歳今しますと。宮川すなわち、その高千代山の西にある。ということですから、こういう時代ですね。こういう時代の神武家からね、この神武と言われている人たちが、東の方に移った。で、なんで東の方に移ったかというと、その時の九州はここにたくさん出てますが、三種の神器、道剣道鉾とかもちろん鏡なんです。そういうものが信仰されていた地域ですね。一方、その頃には、この東の方は道達が信仰されていた地域。だから、こういう三種の神器、道剣道鉾とかを建てまつってたようなエリアから、こちらの道達を建てまつっているような人たちのところに、進行していった。後に神武と呼ばれる、まあ、人たちだったと考えられると思います。伊原遺跡が出ている鏡、
天玉ですね。この先この時はそこから出てくるということです。ですから、考古学のこうした新しい発見、知見、それから二倍年齢という考え方、先ほどの光歴、それから人口の側面を考えると、紀元一世紀ぐらいに三種の神器を祀ってた筑紫、糸島半島の氷霧河地域から東方の道卓を祀る領域に向けて出発した人たち、人物、あるいは集団がいましたよ。彼らは大和平野に入って、8世紀に日本主義古事記では中村山と言われることとか、佐野の御事とか、伊香保留の御事とか、呼ばれる関空の送りなどは神武と呼ばれるのか、大和朝廷天皇家の祖というふうにされた神武となったというふうに考えれば、この光歴ですね、紀元前660年というのは全くの嘘ではないけども、660年はありえないという2つの矛盾。嘘ではないけども、660年代というのが、この2倍年率という考え方で、光歴というものを見れば、非常に分かるのではないかということに考えます。今日はちょっと、そういう話をしまして、考古学と文献と、それとこの光歴というのが、2倍年率の考え方で、光歴ではですね、非常に矛盾なく分かるということをまず、最初に話をさせていただきたいと思います。で、あと本題の、今度は、1000年ぐらい、とにかく700年ぐらいの日本史への交代の話に移っていきたいと思います。古代史の転換点。司教元年。司教元年というのは、非常に不思議な年号。謎は、という話をさせていただきます。今言いましたように、司教というのは、九州年号という年号は、517年、携帯、あるいは522年の前期からずっと続いてまして、700年大火で終わってます。それ以降の、年号があったという資料もありますが、日中歴という書物では大体700年の大火で終わっています。そこにはね、ちゃんと司教というのが、今言いましたように、白地の後、日本書紀のない白鳳、朱雀があって、ちゃんと司教があって改元されています。ですけど、日本書紀の方は、この白鳳とか朱雀はない。皆さん、でも一般的には白鳳仏とかですね、白鳳時代とか、我々の教科書にも白鳳時代とかね、白鳳仏とかあると思いますが、書かれていない。日本書紀には書かれていないけど、昔から白鳳という時代があったというのは、いろんな資料にある。で、特に先ほど言いました、朝鮮の方が、ちゃんと、白鳳以来、朱雀以前というふうに、朝鮮の朝鳥の中で言っておりますので、少年の言っておりますから書かれている間違いない。でも、日本書紀には書かれていないので、正しい年号は、やっぱりこの九州年号の方にある。そうすると、主教というのは、日本書紀では1年限りしか、日本686年1年限りしかないんだけど、本当は694年まであった年号ですよ、と。こういうことになりますね。ちょっとわかりますと、日本書紀の主張は686年1年限りで、前後に年号がない不思議な年号です。これは九州年号の主張は、朱雀、684年から685年、2年間続いた後、686年に改元されて、690年まで続いて、大火、695年にから700年に改元される。日本書紀では大火は、645年にやってますけど、50年も90年の大火の方が後。逆に言えば、90年後大火の方が正しいとすれば、50年ほど遡らせて、日本書紀は645年に持っていったんだと考えられるのではないか。というのは、陛下、
の時代に、特にさ、門は春の。皇徳、645年に即位したら皇徳天皇。皇徳天皇もカルロン、同じカルロン子、同じカルロン子の時代に、大化という文化を移した。単純に言えばそういう話になる。まあ、もっといろいろあるんですが、そうなります。で、日本書紀の首長改元、これもおかしいところありまして、686年の7月20日に、7月20日というところで改元をされているんですね。ところが、天武が亡くなったのは9月9日。9月9日に亡くなっているのに、7月20日に改元されている。これも不思議なんで、まあ、岩波書記は、いや、これ病気を早く治るようにということで改元したんだというふうに言ってますが、そんな病気が早く治るようにって改元するなんて、ではない、ないしですね。かつ、天武が亡くなっても改元されてない。普通は天皇が亡くなれば改元する。天皇亡くなっても改元しないなんてことはない。亡くなったら改元するんだけど、亡くなっても改元されてない。7月20日に改元したわけもわからない。病気が治るように改元した。そんな例もない。いうことです。したがって、この市長というのは、先ほども言いました、年号としてはやっぱり、大和の王家の年号ではない。天武が亡くなっても改元させてない。その前に改元されているということは、天武の年号、大和の王家の年号ではないということになろうかと思います。もう一つですね、市長元年7月20日、元を改め、改元と書いてありますが、前に年号がないのに改元というのがおかしいんですね。なんか年号があるから改元と。だから本当は、図書という年号が、聖武天皇が言うようにあった。あったけども、あって改元したから改元と書いてある。元を改め、でも改元しました。と書いてある。だけど、朱雀という年号は日本じゃないから。それこれはおかしいですね。で、おそらくいいんだけども、首長これを赤みとりという。よいて、宮を名付けて、飛鳥清見原の宮という。これ、理解ができないね。なんで赤みとりが飛鳥清見原の宮の名前の由来になったのか。これ、わからないんですね。誰考えても、なんで赤みとりか。飛鳥清見原の宮の名前のもとになった。かろうして、まあ、鳥がついてるから、ということですけど、それは、どんな人か、よっぽど、まあ、変なというか、突飛な考え方しないと、赤緑から飛鳥清見原の宮という名前が出てこないですよね。で、この名前はおかしいし、かつ、天武が即位した672年の記事に、飛鳥清見原の宮で即位しましたと書いてあるんですね。672年に飛鳥清見原の宮で即位したと書いておいて、686年に首長にしたから清見原の宮というふうにしましたという、これも非常におかしいということになろうかと思います。首長改元と飛鳥清見原の宮という関係をですね、これも不思議だということだと思います。実際、この年に何が起こったかというと、何屋の宮が焼けてるんだ。これはもう焼け跡がね、発見されてまして、考古学者ももう焼けたことは間違いではないと。後で、まあ、細かくどういう焼け方したか話しますが、その年が686年1月14日に焼けてます。で、この年に首長というふうに改元されたということになるんですね。市長元年11月、1月14日の鳥の頃ですね。これ、夜中に近いところですね。なにわの大蔵省に火が出て、救出ことごとく焼けると。みんな焼けちゃった。というふうに言われて、まあ、後の村人の家からですね、火が流れて、救出に及ぶと。宮も及ぶに及ぶ。ただし、情報職のみは焼ける。書いてありますが、のみは焼けずですから、ほとんどみんな焼けた。全部焼けた。というふうに書いてありますね。
ですから、まあ、この市長を改元した時には、ちゃんと内野の宮はやってたんですよということが、で、我々も、内野の宮はやったから、市長に改元したんだと、ずっと言ってきました、ずっと言ってきましたし、そういうふうに今も思ってますが、ただ、市長改元の理由はどうも、内野の宮がやってただけではなかったのではない。やってたのは1月14日でした。なんで7月20日にね、特定の日付、この年、例えばこの年、市長に改元しましたって言ったら分かりますけど、7月20日に市長に改元しました。わざわざ書いてあるからには、何か要素が、他の要素があったんではないかと思います。これはちょっと置いときますけども、元号にですね、今言いました、九州連合があれば、白地白鳳という白い鳥が2回続きますよね。白い鳥が。その後に、スダク首長、赤い鳥が2回続きます。ここに書きませんでしたけど、大化の後は大鳳ですよ。あとは大という字が2回続く。これ、非常にまあ、規則正しい、規則性を持つ生命になろうかと思いますし、何屋の宮が完成したのは650年。この年に九州連合の白地が改元されています。九州連合の白地は652年。日本書紀は650年なんですけども、九州連合の白地は650年で、これ何屋の宮ができたと。何屋の宮ができた時に白地と改元して、焼けた時に市長に還元したということになります。それは大きい考えはそれでいいんですが、やっぱり7月20日という概念には何らかの根拠があったのではないかと思います。何か根拠があるのは7月20日と書いたというか、7月20日に改元したには何らかのやっぱり根拠があるというふうに思います。ここですね、市長が実は天武ともう一人人物が亡くなったというふうに考えられています。これはですね、市長がこれも変な話の中身でして、オロチとイヌが、ヘイルとイヌが共に死にましたという不可解な記事があります。不可解な記事があります。市長晩年、この年、オロチとイヌとツルメイ、しばらく歩いて共に死ぬ。こういうわけのわからない記事があります。で、日本書紀にこういうのたくさんあるんですけど、これはもう、政治的な風刺歌ですね。人心の乱の時にもこんな歌がありますし、他にもありますけど、みんな政治的な意味を持った。民衆はこういうふうに戯れ事として晴らしたということ。本当は民衆かどうかありませんよ。けども、そういうものがちゃんと記録されています。これはですね、政治的な、本来相入れる者同士が、慣れ合って、今まで一体となったんだけれども、この年に共に死にましたという、こういう記事だと考えられる。蛇と犬を釣るべきだから。相入れない蛇と犬がですね、交互して一緒になって、一緒に一体になってたと。しかし、この年一緒に死にましたよ、この年ですと一緒に死にましたよと書かれている。で、この年に死んだ一人が天武であることは間違いがない。9月9日に死んでるわけですから、天武が死んだのは間違いない。ですから、この蛇と犬とツルメイのうちの一人、この年に死んだ一人が天武であることは疑えません。そうすると、もう一人、天武が慣れ合いました。一緒に死にましたと言われている人が亡くなったはずなんですね。で、これは誰なのかということが問題なんですが、実は人心の乱。672人心の乱。これは、当時の大天皇子ですね。後の天武が、近江の大友皇子を倒して、
そして、まあ、政権を取った。こういうのが、あの、壬申の乱です。この壬申の乱の当時、九州に、唐の幕府僧と唐の軍、それから唐の都督の馬王である佐知山がいたと考えられます。この唐の幕府僧と軍がいたというのは、日本書紀の中ですね、壬申の直前に、九州に幕府僧がいました。幕府僧のところに、天地が亡くなったのと、情報を届けましょうという記事があります。間違いなく。唐の人たち、唐の使節がいた。かつ、彼らが来た時にはですね、大きな船に乗って何百人かでやってきますって書いてありますから、まあ、唐の軍も一緒に来てた。あの、それはまあ、おそらく、日本人の記事からもわかる。で、もう一人いた、唐の都督、和王、佐知山、これも解説をします。今まで来られた方は聞いたことがあると思いますが、663年に、白武蘇式農園の戦いがありまして、その時に、和国の州長、和国の州長という人が捕虜となったというふうに、言葉上には書かれています。和国の州長ですね。で、他の、くだらとか、白木とか、小栗りも、州長という扱いになっていますが、その人たちが捕虜になりました。で、捕虜になった、そういう人たちは、吉備政策、吉備政策というのは、まあ、侵入した国の王を、都督、唐の官僚都督に任命しまして、そのまま元の国を治めさせようと、こういう政策なんですね。そこに、和国の宗教がいました。白村公、白村公の敗戦で、捕虜となった和国の宗教にふさわしいのは、日本書紀では、筑紫の君佐知山しか見えません。この筑紫の君佐知山が唐の捕虜と捕虜になりましたというのはちゃんと日本書紀に書かれていまして、間違いはない。でこの時にですね、大和の天皇家の、まあ、もう中の親は別にしまして、その他の皇族御子たち一切白村公には出陣してない。日本書紀にはそういう人たちが出陣したとか捕まったという記事は一切ない。そうすると、この捕まったのは、佐知山であるし、筑紫の君というのは、いわゆる筑紫の君というふうに言われています。ですから、この国州庁で捕虜になって、君政策で、党の官僚、都督和王に任命されたのは、これは佐知山であろう、菊池の君佐知山であろうと考えられます。で、かつ、佐知山がですね、帰ってきた、唐と半島からの使者、使節の到着した記事に、菊池都督府というのが見えます。667年11月に、菊池都督府に置く。大仙家、境目の村地、岩住らを、筑紫の岩住らです、ね、こうですを、筑紫都督府に送ると。筑紫都督府があるからには、筑紫都督がいるはずなんですけど、日本書紀に筑紫都督というのは出ません。その説が、いや、これはダサい、ダサいだ。筑紫ダサいだと。筑紫ダサいがいたところ、太宰府を都督府と言い続けたわけで、本当は都督府じゃなかったんですよと言うんですけど、皆さん言って、わかりますか、現地ではみんな都督府とかですね。都督府って現地だとちょっと呼び鳴らしはしてますよね。だからやっぱり都督府なんです。都督府。で、都督府に帰ってきたとすれば、それは都督府が帰ってきた。で、工藤城では、筑紫都督、都督府に任命されたのは、どう考えても、この幕府宗教であって、それは、佐知山しかいないから、佐知山が筑紫都督として、遺憾をしていた。かつ、幕府僧がね、その時に壬申の乱の前にいたわけですから、この人たちも、この佐知山も、その時には九州にいたと。で、まあ、九州に帰ってきました。一方、
山は捕らえられてますから、と抑留されてますよね。と抑留されてますから、その間誰かがその我が国の政務を取らないといけないんで、佐知山がいない間、近江町で中野大江が小生して政務を取っていたというふうに考えられます。小生、日本史上不思議なんですが、小生って摂政ですかね。摂政って誰か本来の天皇はいるけども、ちょっと政務が取れませんから代わってやりますが摂政ってね。でも中野大江はその前、蔡明は亡くなってますよね。蔡明はもう死んじゃってる。蔡明死んじゃってるんだったら即位すればいいんですね。一体誰の摂政をしたのか、誰が本当の天皇がいたんだけども、政務が取れないから代わってやりましたということになるのが小生なんですね。日本書紀では不思議なことに天智小生というふうに書かれています。即位したのはもっと後ですね。即位したのは668年の1月ぐらいに即位してるんですが、ずっとその間は小生してた。つまり佐知山が捕らえられている間は中野大江が小生しましたというふうに書かれているわけです。ですから中野大江はですね、佐知山がいない間小生して政務を取っていました。で、佐知山が帰ってきた時も倭国の王として帰ってきたのかと思ったら、党の官僚としてね、党の官僚は王として帰ってきた。まあ言えば、まあ、どうでしょう、アメリカ軍が領立したとかの、まあ言えば、あの、海外の王みたいな感じになるんですかね。として帰ってきた。帰ってきたから、これはどうもそのまま即位、復位するということにはならなくて、そこで、この大和姫王君という人を皇后に中野では目取ってですね、でそのまま天皇としてですね、政務を続けたということになると思います。これはややこしいんですけども、この大和姫王君というのも本当は和も大和とは読めませんからね、和の姫の王君というふうに言うべきだと思いますし、和の姫の王君のモデルっていうのが薩摩海軍孤児院に書かれている大宮姫、大宮姫とぴったり一致します。大宮姫は薩摩で生まれて太宰府に行って、近江に行って、で天智の奥さんになって、しかし天智が死んだ後、大友の王子に追われて、あの大海人と一緒に近江を逃れて、そして薩摩に帰っていきましたというふうに書かれています。おそらくこの大和姫王君というのは本当は和の姫、和国の姫王君であったんだろうと、まあ、この人が即位してたかどうか、あるいは後継の天皇だったかどうかというのは分かりませんが、とにかくそういうような優秀系の人たちと出会って、それをまあ皇后に目取ったから、そのまま引き続き統治することができないのではないか。その証拠に天智が亡くなった後ですね、大浜は和の姫の王子、大和姫王子こそ次の天皇にすべきだというふうに、これ2回記事が出ています。日本書紀で2回。天智の後はですね、大和姫の王子が天皇になるべきだというふうに言ったというのは、実国2回の記事としてあります。しかし実際、即位したのは大友の皇子ですね。大友の皇子。で、これで、まあ、対立して、この御子とその奥さん、宇野さんが、後の党はですね、逃げて、おそらく党の軍と、ちょっと先山でいう佐賀、吉野。吉野に逃れましたって前、今の吉野ですね、この吉野山の吉野ではなくて、吉野山の吉野に行ったって、もう、あの、今、ネズミの檻みたいな感じで、もう攻められたら、あっという間に。で、吉野の御子もね、吉野の大使も、もうあそこに逃げて、何十人かの兵でも殺されてますから、それはやっぱりないんでない。やっぱり逃げるとすれば、党を頼って逃げるということになるので、党の
いる相模吉野にの党とかその所属先ほどの支援で大口を倒して天武として即位をしたと。そしてその後ですね、党が任命した幸山、都督の幸山の当時の下で、和国では実力ナンバーワンとなっているというふうに、まあ、考えられます。まあ、細かい話は、まあ、こうに書いておきましたけども、要するに、党の人から作戦を聞きました。党の人がいたのは、九州しかありません、ありませんからね、党の人から作戦を聞きました。さて、話が。人種の乱で天武大海人に突き取った当時の人が分かるわけです。天武はそういうことで人種の乱で幸山に支援されて大友を倒して以降この都督幸山の統治の下で最大の実力者となっています。したがってこの天武が投げ合った相手は当の都督の幸山だったというふうに考える。でこの年にやっぱり幸山も亡くなった。だから蛇と犬が慣れ合ったけども共に死んだというふうに書かれたと思います。でここでちょっと休憩をさせていただきます。まあ、この辺のですね天地が小生ということを言っておりまして、これ2つがあります。いなくなった幸山の代わりにやったという考え方と、山田明国というのはもう九州の方では即位してたんで、その逃げていった山田明国、つまり和の姫大姫の代わりに、まあ、今、天地が昇生したという話もあります。これはややこしいんですが、まあ、基本的には海軍孤児元気という山田明国のモデルが大宮姫であれば、まあ、幸山がいないので、その代わりに、長野家が天を取ったということで、今日は失礼です。さて、当の都督の幸山の下で、天武が政治を取りましたというふうに、いわゆるナンバー2だというふうに先ほど申し上げました。これを主張するのはですね、このマヒムという証拠なんですね。この時、唐の軍が駐留しているということは、まあ、いわば唐が我が国の、まあ、いわば米軍に行ってた。今の、まあ、戦後すぐにね、米軍が駐留していた時代のような、まあ、話になりますし、今も、中東の諸国ではですね、米軍が、まあ、駐留して、それが支えている政権が、その国の、いえば最大の実力政権になっていたわけですね。で、地元の政権がナンバー2という形になる。これはまあ、日本の軍がやってきている国の実情だと思います。したがって、党の都督であって、我が国の王である幸山と、名目上の臣下、ナンバーワンである、マヒト天皇の麻衣と天皇という天武がいたというのが、この時代だね。で、天の布原青木、麻衣と天皇。これが天武の正式な名前。麻衣と天皇。先ほどちょっと言いましたけども、麻衣とは役者の構えで、臣下の最高位なんだね。臣下の最高位の名前を天皇自身が名乗るというのは、おかしいですね。しかし、都督の和王、幸山の臣下のナンバーワンであれば、別に何の不思議もない。2013年に、ヤクサの鏡を作って、天下の万世を丸化します。1に曰く麻痺と、2に曰く麻生。あと、その枠ですね、麻生の名前も11月には、小野の臣なんかに、せっかまねをたまにて、アソンというのが書いてあります。ですから、自分が進化のナンバーワンの名前として付けたマヒト、マヒト他にも言いますよ。他の進化にもマヒト言うわけですから、マヒトという名前を自分天皇が名乗るというのは
極めておかしいんですね。まあ不可解なんですが、でそもそもこの役者の束ねっていうのは本当に天文がつけたのか、天文がつけたんであれば自分は真人っていうはずはないので、ね、でこれはもっと前から定められていた称号ではないのかというので、ちょっと調べてみますと、この役者の束ねは、七夜の宮時代の650年に作られたというふうに考えられます。これは最近といっても昔ですね、慶長年間に発見されて、オロノエミシの墓誌というのがあります。でこのオロノエミシにアソンというふうに書かれていて、その墓年が77年、天武6年というふうに記されています。オロノエミシの墓誌、オロノエミシのアソンの墓、造営年次ですね、定有677年12月上旬に埋葬しました。ですから、埋葬したときに墓誌が出ますから、677年にこの墓誌が作られて、そこにアソンと入る。ところが先に言いました。684年、この海にアソンという姓を挙げました。677年に亡くなった墓誌で作った墓誌に、684年にできたアソンの名前があるのはおかしいね。で、これをどう考えるべきかと。アソンの姓が作られ、おろしに授けられたのは680年。これより7年も前に、この墓誌ができている。で、どこおかしいのを考えてみますと、684年の34年前、684年に34年前の650年の記事が繰り下げられている事例がある。これは何かというと、例の副都省という、683年12月に、御事の理性がおよそ都城を救出、一緒にあらず、必ず二つ三つ作らんと。まず何々都を作らんと思うと。これも非常に不思議な記事で、何々都は652年にできましたという日本書紀は書いてあるのね。652年にできましたと書いてあるのに、683年に、まず何が言えますか。まずがなければね、まあ、都をちょっと整備しましょうぐらいだったら、一旦できたものを整備したっていうのは、まず作らんということ。最初に作った時の記事としか考えられないですね。だからこれ652年より前の話ですよね。それを称するように、その翌年、684年、これが684年ですね。684年に、いろいろな人を派遣してですね、を記録をする人、本名を裏返りをする人、それから交渉、交渉ということは宮を作る大工さん、大工さんって言ったって、そんな現場の大工さんですよね、この要するに、まあ、匠の棟梁ですね、交渉という人たちを機内に使わせて、宮を作るべき道を視察させた。だからね、宮を作らんと思うと。宮を作らんと思うと言って、その翌年に宮を作るべき地を視察させましたということですから、これどう考えても、何が宮を作らんと言ってるのが何がの宮では、これも何がの宮の記事になる。そして、この年の680年の3月9日に、天皇が慶子に、免疫玉にて、休室の地を定めたも、宮の場所を定めました、と書いてある。その34年前、10月に、宮の地に入れるために、墓を壊されたり、移されたりした人は、には、物だも、移転保証をしましょう、という記事がある。宮の地を定めたも、680年、3月、10月、宮の地に入れるために墓を壊された人が移されたりした遺伝保証します。これはですね、この684年記事は、実は34年前の650年の3月9日、3月9日に宮の地を定めて、次は遺伝保証を
ということになります。で、遺伝保証した後、宮の教会を建ちました。場所を決めたら高い人で動きました。立地になって、実はこれは36650年、何がの宮の造営の時の記事がこの旧式の地を定めたものということと考えられます。まあ、通説ではですね、これ藤原の宮の記事じゃないかと言われてたんですが、藤原の宮の仮想情報からですね、大きな運河が発見されてまして、宮はですね、藤原の宮はその運河の真上に立っているんです。で、そうすると、もしこれが藤原の宮の記事だとすると、大きな運河の上にわざわざここを宮内に定めましたということになるんだ。これはないだろうと。だから、この記事は、何がの宮の記事だと。藤原の宮の記事じゃない。藤原の宮の記事だったら、もう、仮想情報が発見されて大きな溝があるのは、大運河がある上にですね、場所、もう、まあ、宮が作られてるわけです。そんなことはないだろうと。埋めてからこの場所にしますのは、現に運河がある。このことが分かったのはね、最近ですよね。最近、その藤原宮仮想情報が発見されて分かったんですね。だからそれまでは、いや、これは藤原宮のことだなんて言ってますけど、あの仮想情報と大運河が発見されてからは、それはちょっと違う。やっぱり30年前の北山の宮の記事が報復されて、そうすると、この小野の MC、授けられた、ハソルのが授けられた684年というのは、本当は同じ頃、長屋の庭ができる時の650年にそういう情報があった。だから、マジドというのをね、その時に作られた。だから、その時に作られたから、ずっと自分が天皇じゃない、天皇というか、トップは、当の当時の竹山の時代も、自分はその前に定められた、まあ、どう前から定まっているのを慣れてましたということになるね。そうじゃないと、自分が神格のトップの、まあ、人を頼みましたということになったら、非常におかしいということになります。で、和国の統治者、都督、馬王、幸山と、名目上、まあ、人ですね。名目上は神格。しかし、実力はナンバーワン。なぜナンバーワンかというと、やっぱり、党の都督、幸山という。党の軍隊の、党の核武装の下にいる、党のに従属して、初めて党の届く立ち山になるわけです。だから、非常にいろいろ制約されている。当然、軍事力も党の方は持っているけど、その立ち山がそんなに持っているわけではない。そうすると、最大の出力さは東の方で、人心の乱で、東北一円を全部支配して、で、大見城の攻撃で任されたっていうのが、最も力が強い人物になっていると。この幸山王国、ずっと九州で続いてます、と思います。で、これは、孫公の敗戦に加えて、党の中心にしていました。なかなか多くのに行きません。かつ、その軍事力の背景というのは、党が677年に、半島から撤退します。今日は、白村江というか、これ戦いの後、党、都督を、ね、朝鮮半島をたくさん作りました。そして、朝鮮半島の全面支配を、もくろみます。で、そこが、すでに嬉しかったというか、すごかったのは、支配はですね、党の力を借りて、そして、百済とか、国に追い出したのみ、みんないなくなった後は、自分たちが今度は党を追い出して朝鮮半島の実権を握ろうとします。そこで起こったのは動羅戦争、党と志らくの戦争が、まあ、起こったわけですね。まず674年に党と国に復興運動を実は志らくは支援した非常にね。そこで、党と白木の戦争、東亜戦争が始まりました。で、始まってみると、結構白木の軍は強くって、
675年に唐の軍隊を破りますし、676年には水軍も破ります。したがってこの時にもう唐はですね、この津軽においてあった有心届くとか、あと国理においてた安東東国とかいうのを、これも領土、もう朝鮮半島から引き上げます。でおそらくこの年にあたりにはもう筑紫届くも撤退したのではない、施設が残ったかどうかは分かりませんが、少なくとも軍としては、ね、引き上げざるを得なかった。だって朝鮮半島は全部白城の支配下にあるから、どうやって補給するのか、どうやって本国と連絡するのか分からなくなります。で、この時ぐらいに唐はですね、もう幕府から軍に手を引いて、まあ、米軍のね、駐留から手を引く、まあ、いつかはですね、まあ、手を引くことになるんですが、それが677年ぐらい、670年代にはおそらく軍としては撤退されてはない。そうすると、先ほど自分は武力もあまり持ってない、ね、持ってませんけれども、後ろに唐の軍がいれば、それを背景に、まあ、ナンバーワンって言えたけど、唐が撤退してしまうと、形式上ナンバーワン、唐が任命されてますから、それは形式上はナンバーワンなんですが、実際は、もう唐がいなくなったら、実力はなくなる。加えて、その77年におそらく唐が撤退した後、筑紫大地震というのが起こります。で、この筑紫大地震は後が残ってまして、ウォーリーのですね、避難の建物、避難所に変わる向けの建物があったのが、この地震で倒壊して、潰れているということが、まあ、もう遺跡として残っていますし、それから断層が、の断層、断層が、今も残ってまして、保存されています。このように、地方から博多湾にかかって、ものすごく大きな被害があったということが分かります。で、これで大損害を、九州の都督府は大損害を受けます。そして、かつですね、日本書に言いますと、灰が降りましたという記事があるんですね、灰が。大和に灰が降らんですね。まあ、その、かまどの灰が飛んでたんです。しかし、やっぱり灰降れるというのは火山ですね。で、火山の灰が降った。で、火山爆発の炎が続いた。天災が続く。ね、どこでしょうね、雲仙から、雲仙の現代ぐらいから、まあ、阿蘇という可能性もありますが、まあ、雲仙ぐらいから、そういう、まあ、地震があって、大地震があって、かつ噴火も続いた、まあ、そうでしょうね、筑後、博多湾に大きな地震があるとすれば、熊本で、その流れ、その東大と繋がると、おそらく雲仙ですよね、の大きな火山が爆発。で、その灰が降ったなと考えるのが普通かと思います。で、こういうふうにですね、徐々に、この、衰えていきます。疲弊しまして、そして、衰退していきます。その中で、天皇は、実力に上がりましたけど、まだ、平氏上は、唐が任命した都督の下に。だからそれは、麻痺ですね。その称号として麻痺というのが残っている。天文が言っている間は麻痺天皇ということで、ナンバー2の称号は、まあ、名乗っていたということになるのではないかと思います。そして、その後まだ今度はですね、白鳳大地震というのが起こります。白鳳という年号は日本人になるんだけど、みんなこれ白鳳大地震と呼んでいます。白鳳大地震684年、今度は何がの宮が焼けます。おそらくその先ほど言いました筑紫大地震でもう九州にはおられない、所属部にはおられないので、何がの宮にやっぱり立山なんかは避難してきた。そこで、まあ、西軍を取っていたのではないかと思います。で、そこに今度は白鳳大地震が起こります。
白鵬大地震は東海、東南海、南海地震で連動して起きたものと言われていまして、熊野の年代、岩年代には白鵬に津波が押し寄せた時があります。でそういうふうに大きな津波を伴ったもの、これも13年ですね、人情の頃、やっぱり21時、23時に大きな地震がありました。国を挙げて男女を愛騒いで、もうどっち行っていいかわからない、東西を知らない、窓犬という山崩れ、川が遡って、ありましたね、東日本大地震、ね、川がずーっと、こんな感じで、バーっと川から遡って押し寄せる。で、これ、山崩れ、川は、諸国の文化や、感謝及び、客製の倉庫、寺社等、みんな壊れました。破壊の類、あげて数の上から、もう数え切れないほどみんな壊れました。これによってですね、人々、あるいはその建てた地区類はみんな死にました。伊予の温泉はもう出なくなりました。土佐の畑、田んぼはですね、津波で流されました。112平方キロメートルが没して、海になりました。だからこれどう考えても、この東海、東南海、南海地震が連動しておく。すごい地震になったと考えられます。で、浪江宮付近も、これも計算されてまして、おそらく震度5強ぐらいだっただろう。津波も、3メートルの津波が、大阪湾にも来たと考えられています。近畿でのこういう地震が、この年にですね、680年、90年度は須田区に改元をされています。この須田区という改元が、この近畿で竹山宮が大被害を受けた、一帯が大被害を受けたのが原因であれば、これは九州連合の改元。で、近畿での地震のことの改元ということは、この時に、佐治山は、届く府、九州の届く府、やる方向を離れて、こちらに。だから、自民党が改元されたのではないかと。で、こういうですね、もう被害、九州でも地震があり、逃げてきた、何話でも地震があり、火山も爆発するという中で、治安が乱れて社会不安が高まったというのが、この日曜歴という資料に書いてある。日曜歴の須田年間に、平安、海賊を初めて起こる。また、暗号を初めて行わるという話が書かれています。平安、海賊を初めて起こるって、これは説明する必要がなくて、もう、治安、無政権末期の状況を表していると思います。で、暗号というのは、まあ、僧侶たちを一箇所に留めてですね、4月から7月まで修行させる仏教行事です。で、日本書紀では天武十二年683年の秋7月、この夏初めて暗号させると書いてありまして、その行い人を30人を選んで出家させたと書いてあります。ちょっとおかしいですね。7月って、1、2、3は春ですね。4、5、6が夏なんです、ね。7、8、9をちょっと秋7月と書いてあります、ね。秋7月。なのに、この夏初めて暗号にしましたというのも、これ非常にこれもおかしいですね。で、もう一つあって、685年4月に初めて暗号させましたと書いてあります。で、4月が夏です。ですから、この夏初めて、この記事は683年じゃなくて、685年の4月の記事を、ここに、この夏初めて、暗号させましたと書いてあるんだと思います。夏ですからね。4月は夏です。そうすると、暗号は地震の後、白鵬地震が684年に、あった後、この4月に暗号を始めたということになろうかと思います。そして、この4月に暗号を始めます。これ夏暗号、平安号と言いまして、
で、ギャンゴ、ナス、ミキコなんですね。ギャンゴの記事で、が683年に移されている。で、ギャンゴっていうのは7月に終わるんですね。ギャンゴ7月に終わりますから。だから7月に終わった記事があるから、ここに7月に、これを入れちゃったんだと思いますが、まあ、それ別にしまして、この安保は683年じゃなくて、白鵬地震の後、朱雀2年685年に始まった。685年は、薩山、その、南南宮に移ってきてた、所属の薩山の幕府が、白鵬大地震で死亡した多くの人々を供養するために行ったものではないかと思います。ここに後で言うかどうかわかりませんが、特製令というのがね、この時に設けられています。特製令があるので、日本客はおそらく、この企業が年という年号だけね、1年間だけ、日本職に帰る。特製令で一番恩恵を受けるのは、被害を受けたのは、大和周辺ですよね、何話から大和。一体が被害を受けてますから、これの救済例というのはずっと証拠として残しとかないと。何年以前のは全部全員にしますから残しないので、まあ20年の主張元年だけは日本的に、まあ、おかしいけども、1年知らないのもおかしいけども、改元というのもおかしいけども、やっぱり改動がないといけないから改元だというふうに思います。あとですね、市長元年の何屋の宮の火事のところからだったら面白い話が出てきます。市長元年の記事は何屋の大蔵省から火事が出てきまして、何屋の宮がみんな燃えましたとか、市長元年1月16日に何屋の大蔵省に、火事が発生しまして、大宮がことごとく焼けましたと書いてあるんですね。それは何屋の宮に大蔵省が、つまり、この686年、須佐市長元年の頭までは、何々の宮がやっぱり我が国の中心の政治の舞台だった。だから大蔵省だった。ということになろうかと思います。これも発掘調査でね、分かってきております。何々の宮の代理政府を管理。宮の大きな大学で、この西の西方グランマというところが、の発掘が進んできております。そこにですね、大きな蔵、3つから4つの蔵が、1つの屋根でつながった、巨大な並び蔵、これですね。これ、模型ではこういう、並び蔵が、あとはたくさんの小さいというか、まあ結構大きな蔵が並んでいますが、こういう、蔵が確認されています。で、これらの倉庫によって囲まれた中心には管理棟と見られる建物がありまして、それには火災の跡がある。ここはみんな燃えていることが分かっています。こちらの長い蔵とか倉庫はどうも焼けなかった。焼けたのはこの管理棟が焼けた大蔵省。蔵が焼けたんだけど、管理棟、つまり管理をする役所、大蔵省が焼けた。ということになります。で、これも発掘状況でですね、この時焼けたのは何かの大蔵省であるというふうに、まあ、考えられます。そして、この、もう一つ言うと、この長尾蔵の北西の谷があります。でそこからですね、漆の容器が3000点以上出土しているんですね。3000点以上出土しています。で、他の谷から1点も出ていない。まあ、何々の宮じゃないけど、平安京の事例では、この球場の西北部に、これ大蔵省に出土する漆室があると。漆室と言われていまして、その北側に、
漆器、漆料理が3年点も出ているということは、まあ、この大蔵省と書いた和書の総合部には、まあ、漆が、漆質があったというふうに考えられます。したがって、でその蔵というのは、平安京の例からすると、これは大蔵省。この漆質というのは大蔵省に属すると書いてありますから、この長井蔵は何話の大蔵といって、総合部を管理した建物が日本中に。妹である大蔵省と見られる。これも最近の、まあ、で明らかになっています。ですから、何が言いたいかというと、686年までは大蔵省が何話になった。そうですね。まあ、蔵に囲まれた建物が火災になったことは確認、囲まれた建物が火災になったことは確認されたけど、幸いのことに、敷地に北面や、西に配置された蔵は今延長したはず。これ1月ですから、北西の季節と、もうここが火元になって、こちらに流れたんですよね。そうすると、これ、まさにその大宮、全部焼けたというふうに、非常によくわかる、リアルな思いになると。このまま溝というか、漆器が生まれた年代ですけど、取り込まれた年代ですけども、これはこれも最近ですね、粘菌セルロース酸素年代法という新しい年代測定法で、この柱、これ出てる日本の柱、これ、この柱を測定されました。で、地球系の長さが測定されます。それによると、612年とか583年ぐらいの、伐採年代というのは、一番外側の年輪ですから、削られるのでね、だいぶ早くはなるんですけど、それでも、まあ100年も早くなる。まあ、それはもう2、30年。いくらなんでも、周りの年輪樹皮が削られたとしてもそれくらいなんで、これは7世紀の、まあ言えば重要ぐらいまでには、尺が出ていくというふうに考えられるので、やっぱり漆蔵があって、大蔵省があったのは、何がある今が創建された初めぐらいから650年に何があるのか、そこの今はもう何があるのか今は大蔵省というのでかつそれは686年まではあったんだということになるのではないかと思います。あとそうするとどうなるかというと、企業が1月に何がの宮に大蔵省があって、7月に飛鳥の宮、林武省があったところに書かれてるんですね。首長官で680年7月に、三日月南方に引っ張り、引っ張り通り、つまり林武省の省府がみんな焼けました。これを、お坂上の宮から流れて燃えたんですよと書いてあるんですね。で、お坂上向こうの宮ということを書いてあるんですから、これ焼けたのは飛鳥の宮。飛鳥のどこの宮かわかりません。どこの宮かわかりませんが、飛鳥に本当は民部省というのがあった。1月には何の宮大蔵省が。7月には民部省が飛鳥にあった。で、この大蔵省民部省というのは、日本初期の大化5年に設置された8省の一つ。中央省省、市議部省、事務省、民部省、それから兵庫省、兵庫省、大蔵省、宇内省、これは8省。この8省が第649年に起きましたと書いてあるんです。だから日本書紀の記述でも何々の宮には8省があったと考えられます。1月までに何々の宮に8省があったが、何々の宮が焼けた後の7月には飛鳥の宮に移っていたことになります。日本書紀では西明中の方では653年には飛鳥の宮に移って、天智は近江の宮、天武は飛鳥清宮の宮、両方を統治してきたというふうに日本書紀では書かれているんですが、この火災記事は実際は何話の宮の造営から天武末年まで、我が国の中央政治は何話の宮にあったということが分かると考えます。これは考古学者も言っております。
これ大阪市の文化財課のなんですね。考古資料が語る事実は必ずしも日本人の物語世界とは一致しないことがある。例えば653年には中野大江が飛鳥へ遷都して内の宮は歴史の舞台からほとんど消えたようになるけれども、実際は宮殿造営以降の時もかなり出土していて、政治によって開発される範囲も広がっている。それに対して飛鳥はどうなのか、まあ、遠慮してどうなのかと言ってますけど、飛鳥はそうじゃないですよ。高得点の時代からその文字をしばらくないや、まあ、この人は白村湖の後ぐらいまでは確かに人々の活動が飛鳥地域よりも何は地域の方が盛んであったことは土器資料からは見えても日本書紀からは読み取れない。日本書紀をそのまま表面で解釈と読み取れないんですけど、こういうですね、大蔵省が焼けてという記事をですね、ちゃんと見ていくと、やっぱり白村湖以降、白村湖までどころか天武がなくなるぐらいに建てられた、やっぱり何もあるのに日本の我が国の政治の中心があったということになります。首長元年は歴史の大転換だ。歴史大地震後、立山は党の絶対した歴史届くから何屋の宮に移って統治していただけるのも、680億円の何屋の宮消失後、立山の和国は拠点をですね、明日に移さざるを得ない。あの宗や大宮はもともと売れてますけど、どこかに移さざるを得ないので、何屋から明日に移ってですね、宮の造営を目指すということになったのではないか。この宮が明日か藤原の宮なのか、また別の宮なのかは、この検討しないといろんな説があります。皆さんご存じの通り、昔はですね、藤原城、藤原の宮ってのは今の大宮土壇、武田土壇ですが、これが藤原の宮だった元のね、宮だと言われています。仮想情報が発見されたりしているので、結構複雑な藤原の宮の造営計画になっている。だからひょっとしたら、先にですね、長谷田土壇に、まあ、とにかく焼けながら、新しい場所を作ろうと計画をして建てた。で、そのために大きな溝も掘ったのだけれども、結局、長谷田土壇の宮は放棄されて、藤原の宮を埋めた後に、藤原の宮ができたということになるのではないかなと思います。あと時間がですね、一番大事なところが、一番大事なところがですね、すみません、別の理由を受けられたら分かりますが、この一番最初に言った、いい蹴りとね、意味が、そこに死にました。で、どっちかは、全部だ。で、もう一人は誰なのかというのが、先ほど言いました、とても立山ではないのかというふうに、まあ、言いました。その証拠の一つが、天武の病気の記事が、天武の病気の記事が、なんと3度もあるんですね。5月と6月、5月に初めて病気になりました。いろいろ苦労をしました。で、天下に退社をしました。四つの牢獄はみんな空になって、みんな釈放しました。で、6月にも、また天皇の病気、違う方で、我が宮下も、もう体調不良になりました。漢方復方草、復方草の実を借りて、なんとか和らぎたいと思います。というふうに言って、その後ですね、すごいんですね。年頭不良、大きに結果、結果っていうのは、官房に対して自ら犯した罪や過ちを悔い改め行事。悔い改めて、これはもう、王女を願う。極楽王女を願うための罪を全部ね、告白して、これもだから、もう命が、いるぐらいの前のぐらいにやります。大きに言います。7月になりますと、僧正僧図が宮中で経過します。同じ。
三日目は諸国に御事に来て大払いをします。万民の罪も払う。で、天下の御月を半減、税金全部半減させます。5日に飛鳥の四社とか住吉の狼にぬさを立てます。8日に百の僧で奔放の行を読します。で、なぜか10日に落雷の日があって15日に大雪、こういう記事があるんですね。そして今度は7月20日に地上に改変するということになります。そうするとですね、尋常じゃないような法事あるいは神事がある。これは単なる病が治りますようにという記事ではなくて、もう天使が病がですね、先ほど言いました、もうこれで命が尽きんとするような時に行われる祈願であったのではないかと。そして結局落雷という記事は、まあ、この時ぐらいになくなった。そして次の新しい人が立って首長に改変をした。それが7月20日。だから何で7月20日なのか分からなかったけれども、この病気の記事を見ると、そしてこれがですね、天武じゃなくて、もう一人の亡くなったと言われる各国のアジアの人材は非常に分かりやすい。首長改変もね、優秀の年号の改変であれば、まあ、そういうふうになる。首長改変の直前の7月19日に天下に特製が開きます。改元朝廷に、首相元年7月の19日に、天下の百姓の貧しきによって、天武10年、前の年の12月の30日以前は、かつての改元の改元の目は、許しましょう。いらない。もうみんな、税金免除しましょう。こういう記事があるんですね。あとまた、二足も免除しますという記事があるんですけども、要するに、こんな大規模な、天下の百姓ですから、全国でこういうことをすることができるのは、やっぱりですね、前の人が亡くなって、新しい王が立ったから、その人がこういう措置をしたのではないかと思います。これは天武が亡くなる前の措置ですから、天武が亡くなった9月9日ですから、天武が亡くなる前の措置ですから、これは天武の措置ではない。大和の天皇家の措置ではない。前言いました所属の立山が亡くなった、それの大法を行って後の人がこういう特性を出した。上学会には何やもにやそうする加え、直接には7月20日という日は所属の和王立山が亡くなった、そして新しい上が即位したと、このことに伴うものだったと思います。誰かはまだ、の海軍個人ですね、7年に太宰府に帰ってきた天智天皇がいますと書いてある。天智天皇は7年に帰ってくるわけないんですね。だから7年に天智天皇と呼ばれるような新しい方が帰ってきた。帰ってきた時にはもうすでに九州が討伐されて山手状態が参加できていたということになると思います。じゃあ、あと8月1日にですね、菩薩道を安置しまして、安全を取り除くにしましたという日があるんですが、これはどうもやっぱり亡くなった前の立山の法要ではないかと思います。立山の三府ですね。これは、三府、立山の一時に、三鎮聖光府とかいうのがあって、うわ、一時に、三府だったんじゃないかと。山っていうのは、山大国山一国の山の名前ですね。そうすると、百の菩薩、九州について、安全音量に百貫を回すというのは、滝山の法要にふさわしいのではないかと思います。三度目の病気こそ天武の法要につながる病気だったと思います。天武の子供たちの名前がしっかりと記されています。13日、8月の13日、土佐の大きい狼にムサが出ますと。で、あとずっと何もないんですね。で、あと、まあ、天皇の山に旅、請願しましたということで。で、この7月、5月、6月の記事は、4つの大寺だとか、
住吉大社にも祈りました、書いてあります。で、いっぱいですね、大規模な法要が行われているけど、ここ何もないんです。8月からこの9月の天皇が亡くなり、天武が亡くなるのでは何もない。あるのは土佐の狼に逆てます、これしかない。でこのプライドルこそですね、当時やっぱり唐の都督でナンバーワンだった幸山の日本土地、あるいはその旅の改元、あるいはの苦労というのと、だいぶ差がついているのではないですか。これ比較したらね、すぐ分かると思います。ですね、まあ、たくさんの飛鳥4時、住吉大社、それから、まあ、いろいろたくさんの法要が行われているのは5月6月の記事なのに、こちらはもう単に土佐の狼に無差されます、こっちが書いてない。これはやっぱりその差が現れているのではない。その神事は、富塚さんによる土佐狼に無差されますという簡易さで、前の二度とは大違いだ。しかも6月1月には先ほど集中して旅行された神事の雇用が8月中には見えない。9日に病気が重くなったとすれば、亡くなるまでもっと助かるね、雇用がっていうのは見えない。したがってですね、8月9日以降は神官ナンバーワンの天武の病の記事と考えられるのではないか。で、唐と幸山の統治時代には大和の王家の権限はやっぱり限定されていたのではないか。不思議なことに天武時代には一名の大臣も任命されていないんですね。通常これは、まあ、天武天皇が、まあ、後進政治をやる、親族だけで政治をやるでしょうから現れてするけれども、実際は唐が従流してその元の都督幸山が失政している中では、大和の王家では大臣の任命ができなかったからではないか。幸山自身もね、年号が改元できなかった。白鵬年号23年間続いたのは、やっぱり唐がいたから、唐がいたら、やっぱり唐の年号使わないといけないんで、で、ずっと白鵬はまあ、続いてたけども、実際、改元すると思ってね、商品となるとそれができなかったから、白鵬年号は続いたということになります。で、これは、津原税軍としてね、日本国は、まあ、まあ、東に逃げて、罪せられることを恐るというふうに書いてありまして、やっぱり唐の反戦領下では、と実質の人事は制限されている。まあ、これ、あんまりこういう写真に書くといいかなと思いますが、やっぱりこれとですね、似たような事実関係、勢力関係であったんではないかなというふうに思います。で、今日はまあ、これをしまして、次はですね、自動の時代、これはまあ次回からやらせていただくということで、今日は一市長さんの政変と言いますか、歴史の転換点、なぜ転換点ということを話をさせていただきます。どうもありがとうございます。何かご質問ございますでしょうか。挙手をお願いいたします。今日のお話も長元年、まあ、市長元年のこのままで、九州連合でいうとこの改元を九州王朝の論でいくと考えてましたと思うんですけども、逆にこの大和朝、日本書紀から見た場合に、この元年でわざわざ残して、市長で残したというのは、やっぱりその国政というのは違うってことでしょうか。それが一番被害を受けたのは、大和朝廷の周辺の自身の被害がそこですよね。だから特性例というのは、どこかで書いておかないといけない。で、メニューですから、ちゃんと証拠書類とか、国事文とかいうのは残しておかないと、後なんてそんなに知りませんと言われてしまう。で、その天皇陵でおそらく残ったんですよね。市長が、ね、なんかに、こういう特性。それは、英語で書いたらいつも絵とかわからないんですよね。で、これは市長が年号の、残ったのではないかと思う。7月20日という日付まで書いたというのは、7月20日というのは普通はこの年首長で改元するという書くんですけど、7月20日というのを書いたのは、一つはその亡くなった
その秋は言う、そういうことと、それと1月19日という日付、これも重要であったと、だから書いた。前のね、時代のことにとして、ちゃんと記したというふうに、立山時代の、まだ開業前ですから、証拠として残したのではない。翌日の特性でも意味があったというふうに。ご質問だけよりは、どうもありがとうございました。